どうもいらっしゃいさんんまあででももやってみるもんですよ、ね、もう私もねやっぱこうショート動画って今でも上げていてそのアクセスをね、えー、まあそんなに何万とか何十万とかって取れるわけではないんですけどもでもやらないよりは数百数千っての集まりますよねでえ少なからずそのショート動画のファンっていうのはできるわけですよで私の場合は自分の子供のショート動画ばっかり上げるんですけども、うん、短くて10秒とかね 長くて1分とかやつなんですけどもまあそのシリーズのファンで来てコメントとかもそこに集中したりしますよね他の動画は見ないけどもその動画を見るみたいな方がいらっしゃったりとか、うん、まあそういうこともあるんでやっぱこうねやってみるもんなんですよね何でもねやってみて何も起きなければあ何も起きないんだっていう確証が得れますよねやらないで想像するよりもその思い込みの支配されるよりもやってみてねあのきちんとエビデンスのある思い込みに支配された方が より自信を持って次のアクションに進めるんじゃないかなっていうのねやっぱ思いますよね。